こんちは。みんなのアイドル狼くんだよ。キモ。その顔不安になってくんねん。今日もみんなで協力し合ってレイベンスラウムを確立するために頑張ろう。ということで前回に引き続き、犯罪集団で史実ドイツを実況していきます。汗。たった10万人だったドイツ国防軍は3年で60万人にまで拡大したぞ。そのせいで財政は常に赤字なんですが。汗。モルデ軍によると4カ年計画は順調みたいです。いや、だからこのままだと財政破綻。もうお前喋んなくていいから、これから経済はモルデ軍に任せます。汗。こんな奴に経済政策が務まるわけないだろ。いい加減にしろ。実際財政は赤字が続いている。ガンガン戦時経済に移行しているので軍事費が増大する一方、収入の元になる消費財工場がガンガン減っているぞ。無理やり自給自足経済を推進してるせいで外貨は不足、インフレはどんどん進んでるんや。大丈夫。再三度外資の4カ年計画も戦争に勝利すれば十分回収できるよ。ひどい。略奪前提の経済、それがナチスドイツ。ところで、参謀のところに前回粛清されたはずの霊夢が残ってるぞ。俺は死なないぞ、アドルフ。ひえ。許して霊夢さん。ハイドリヒが殺せって言っただけなの。じゃあしゃぶれよ。やっぱりホモじゃないか。死人が復活する事態はあれど、我が国はとっても順調に再軍備しています。俺も幽霊参謀として国防軍を教育してやるぜ。いや、国防軍は国防軍でやるんで死人は口出ししないで。3年前 33% もあった失業率は、たった3年で 5% にまで減少。経済に対する悪影響はほとんどなくなりつつあるわよ。おかげで負債は増えまくっているがな。というか失業率もっと減らしてから4カ年計画始めろや。汗。大体の国が恐慌に苦しんでいるカイザーライスプレイヤーとしての捨てで、経済ツリーを優先して進めすぎたのです。ということで世界はついにバニラの開始年である1936年を迎えた。時間かかりすぎだろ。ブーチェがエチオピアに攻め込んだぞ。この侵攻を英仏が非難したことにより、ストレイザ戦線は完全に崩壊。ブーチェは少しずつちょびひげに接近していくことに。我がブーチェ、いつでもドイツはイタリアを迎え入れますぞ。上下に揺れるんじゃねえ。エチオピアは3ヶ月後に降伏し、イタリアの植民地になりました。イタリアはついに独自の帝国を手に入れた。これはローマ帝国再生への第一歩である。エチオピアとローマは関係ありますか？ドイツの航空工学の威信をかけて、史上最大の飛行船ヒンデンブルク号を建設。ドイツの科学の優越性を示すこの飛行船は世界中の空飛ぶ乗り物で最も安全です。決して爆発なんてしません。決してね。まさか就航からたった数ヶ月で事故るわけないやろな。武装親衛隊の前身である、親衛隊特務部隊が設置されたことを受け、国防軍の将校が文句を言っているようですがどうしますか？大丈夫大丈夫。適当に説得しとくから。国防軍に反落されたら怖いし、でも国防軍は戦争に必要だしで。やっぱり両方大事だよね。仲良くしよ。とおっしゃっていますので仲良くしましょう。は？黙れこの犯罪組織の長。清廉潔白な国防軍に近づくんじゃねえ。ボコボコにしてやる。とうとう、助けて。お前俺がボコられてる時助けてくれなかったよね。そんな。ボコボコにされちゃった。うわ、やらしい顔だな。これでお前もモザイクなしで出れるね。よかったね。汗。もうお嫁に行けない。俺が引き取ってやろうか？申し訳ありませんが、まだ嫁に行くつもりはありません。オカルトクソメガネをボコって気分も晴れたしプレイを再開していこう。ボコボコというかグニャグニャなんですが。グデイリアンの電撃戦理論いいじゃん。採用。は？勝手に採用すんじゃねえ。ひどい。スペイン内戦が始まったぞ。ジフイベント画像、いいね。汗。モルデブもジフになってます。俺たちに幻覚作用を味わわせるんじゃねえ。ということでフランコに援助を送ります。軍事顧問団、あとヒムラーも送るね。え？だってヒムラーと何人かの将軍を送るって書いてあるし。グッバイヒムラー。もう一生帰ってくんなよ。あとは私に任せてください。ということでオカルトバカはこのドイツから消え去ったぞ。めでたしめでたし。この勢いで SS を潰そう。ダメです。ついに1936年度ベルリンオリンピックが始まったぜ。ドイツと国家社会主義の優越性を世界に示そう。人種に関する規制は一時的に緩めておきます。このオリンピックで初の聖火リレーが行われ、プロパガンダ映画オリンピアは大成功を収めた。この大会でドイツはアメリカを抑え、最も多くのメダルを獲得したぞ。素晴らしい。アーリア人種の優越性を示す結果だ。アングロサクソンもアーリア人種じゃないか？ゲルマン民族はアーリア人種最高位の種族だから、オカルトメガネがいなくても十分オカルト国家だわ。オリンピックが成功に終わった後、ちょびひげは秘密会議を開催。陸軍からブロンベルク、フリッチュ。海軍からレーダー、空軍からゲーリング。そして外務大臣のイラートを呼び寄せちょびひげは自らの戦争計画について語り出す。これから話す内容は私が亡くなった場合に備えての政治的遺言だ。ドイツの経済は非常に危機的な状態にあり、この8500万人の民族共同体を維持するためには植民地が必要だ。しかし、海は憎むべき英国が支配している。ならば我々は領土をドイツと陸続きである欧州に求めるべきだ。
ドイツ軍は今、他国に比べて近代化しているが、10年後にはこのアドバンテージを失うだろう。5年以内にドイツは戦争を起こし、東ヨーロッパを掌握しなければならない。まずはオーストリアとチェコスロバキア、次にリトアニアとポーランド。この会議で初めてチョビヒゲは対外戦略を明かしたと言われる。この会議に参加していたブロンベルクとフリッチは英仏との戦争を避ける必要性を唱え、反対した。やっぱり国防軍は清廉潔白。むしろブロンベルクはこの会議まで積極的に俺に協力してたんだよな。黙れ戦争犯罪者。外相、ノイラーとも戦争計画に反対し、反対した3人は全員失脚に追い込まれることとなる。総統とは人民の意思の代弁者であり、民族共同体を導く絶対的な指導者である。よって俺は常に正しい。俺に従わない奴はいらん。さあ、始めよう。まずは民族の統一だ。ブーチェは最近国際社会で孤立してるし、俺と一緒にフランコを援助して、得意は友好的になりつつあるから、今なら問題ないはずだ。ということで本来より2年早く、アンシュルスを目指す議題落ち。ベルシテスガーデンにオーストリア首相シュニックを招いて会談を行う。オーストリアナチ党員の追放解除、あと、ザイス・インクバルトを入閣させろ。この文書に署名しなかった場合、武力侵攻します。という要求というか脅迫を受けたシュニックはナチ党のザイス・インクバルトを内相に指名。しかし、シュニックはまだ独立維持を諦めていなかった。シュニックは自主独立かアンシュルスかを問う、国民投票を実施しようと画策。しかし、この投票は数々の問題を抱えていた。ふざけんな。なんだこの投票案。ナチ党シンパが多い24歳以下の若者は投票権なし。それになんだこの問いは。あなたは、自由で、ドイツ的で、独立していて、社会的で、キリスト教的で、統一されたオーストリアを望むか？ふざけんじゃねえ。これのどこがアンシュルスを問う国民投票なんだ。投票案にぶち切れたチョビヒゲはオーストリア侵攻を実施するように軍に命令。シュニックはその情報を聞くと即座に国民投票を中止し、ドイツからの最後通告を受けて辞任した。そしてドイツ国防軍はオーストリア国民の歓迎を受けながら抵抗なしに進駐した。条約で禁止されていた独欧統一にもかかわらず、英仏は抗議すらしてきません。うん、国民投票の賛成率も圧倒的だし、大ドイツ統一を成し遂げた俺の人気もうなぎ登り。当然、公正な国民投票ではないが、大多数のオーストリア人にこの合法は受け入れられた。そもそもオーストリアという国はドイツ人国家でありながら、ドイツ統一に参加できなかった国であり、シュニックの国民投票案にもあった通り、合法反対派もドイツ的であることをやめるつもりはなかった。ハプスブルク亡きオーストリアにアイデンティティなどなかったのである。やっぱりオーストリアにはオットー君が必要だ。うん、オットー・フォン・ハプスブルクは見つけ次第処刑ね。了解。オーストリアで生まれたチョビヒゲは他民族国家の二重帝国が大嫌い。我が闘争でもハプスブルク家を売国奴だなんだとボロクソに言っている。オーストリアでの兵役は拒否して逮捕されるのに、いざ戦争が始まったら自ら進んでドイツで兵役についてるからね。ちなみにサライボ事件で殺されたフランス・フェルディナント大公の息子たちはアンシュルスを非難したのでダッハウに送られている。彼らは夫のハプスブルク復帰運動に熱心に協力していた。いやー、これで俺の戦争計画第一弾は無欠で完了。どんどん進めてこう。そういえば俺の計画に反対してた奴らがいたな。ブロンベルクが最近再婚したんだって。新しい奥さんまだ20代らしいんじゃん。調査によるとブロンベルク元帥の妻にはいかがわしい噂があります。どうやら元々売春婦であったと。ふん、ドイツの元帥がそんな女と結婚することは許されないよね。結婚を直ちに中止させよ。よい、汗。ブロンベルク元帥はゲーリング閣下の説得を拒否し、辞任を選択したということです。よろしい。そういえば後任は陸軍総司令官のフリッチが良いと思うが。フリッチ上級大将には同性愛の疑いがあります。ふむ、なるほど、じゃあ彼も罷免だな。これからは国防大臣は廃止して俺が直接指揮するわ。国防省の代わりに国防軍最高司令部を設置。トップは書いてるな。ブロンベルク国防省の方はある程度事実であったものの、フリッチに関しては完全にでっち上げ。この後、国防軍では新司令官カイテルの下で粛清人事が行われ、清廉潔白な国防軍人である私も左遷を喰らいます。スペイン内戦、終わらせてきたぜ。は？まだ1936年終わってないぞ。早すぎだろ。帰ってくんな。よし、国防軍を再編成したし、ヒムラーも帰ってきたし、再び対外拡張政策を進めていくぞ。至急、メーメルクレア。弱小国リトアニアはチョビヒゲの要求に即座に屈服。さて、ドイツではアジア政策について中毒合作を基本としていた。外務官僚出身のノイラート外相はそのバイマルドイツ以来の伝統的な外交政策を引き継いでいたが、彼が実権を失い、ナチ党のリッペントロップが台頭してくるとこの方針に変化が生じ始める。日本との同盟を唱えるリッペントロップは日独防共協定の締結を推進。これまで多大な軍事援助を送ってきた中華民国ではなく、日本の方が頼りになると判断したのだが、当然中国支援の中心にいた国防軍から猛反発に遭う。チョビヒゲは日本との関係改善を指示するが、国防軍と外務省の抵抗により、交渉は難航したもののこの条約は結ばれた。利用できるやつと組まなきゃダメ。中国みたいな後進国じゃソ連やイギリスの相手にならない。その後進国は我々の支援により近代化し始めてたし、明らかに日本と組むより経済利益がでかかったんですが、安心しろ。俺の選択は常に正解だ。さあ、次はズデーテンラント。横瀬チェコス。
ということでドイツがチェコスに圧力をかけて戦争を仕掛けようとした時、英仏はこの戦争の危機をやめるべく介入。当事者であるチェコスロバキア抜きの英仏独位によって会談が開かれた。チェンバレンのバカのおかげでスデーテンラントも無血でゲット。チェンバレンは紙切れを振りかざしてこれが我々の時代の平和だと信じているなどとこざいています。これ以上領土拡張しませんなんて嘘に決まってんだろ。だって領土拡大しないと経済破綻するし。ハンガリーとポーランドもスデーテン割譲に便乗して領土要求したようです。これだけ好き勝手やっても英仏は何も言わないし、もっと攻撃的な外交をしても問題ないな。チェコスはスデーテンラントの割譲によって大きく弱体化し、国内の分断を抑えきれなくなって政府は崩壊。ドイツ軍はプラハへと進駐し、ジョビヒゲはチェコの保護国家を宣言した。チェコもスロバキアも両方併合して保護領にしよう。ということでチェコスの跡地にはベーメンメーレン保護領とスロバキア保護領が設立されました。こうして1937年にも第二次世界大戦開戦直前の国境が出来上がった。違うのはスロバキアが保護国ではなく、ベーメンメーレンと同じ保護領になってることぐらいだ。よし、次は東部領土を散奪し、断地非市民を抑圧し続けるポーランドを打倒するぞ。ドイツがチェコスを解体した頃、日本はやっと露光橋を起こしたみたいです。日本は史実通りでドイツが早いだけだ。露光橋が国家社会主義における人種主義と総統への崇拝を非難しているようです。ローマ教皇だと。一体彼は何個師団を有しているのかね。それ別のヒゲの発言や。バルカン諸国に金をばらまいて枢軸陣営に引き込めるようにしていきます。ばらまく金がどこにあんねん。ドイツはいつの間にか欧州最大の陸軍大国になったので、軍事費がとんでもないことになっているぞ。でも国民生活を維持するために増税とかできないよね。ジョビヒゲは国民生活に負担をかけるのを極端に恐れていた。略奪経済の上にドイツ人たちの裕福な国民生活は演出され続けていたのである。1938年、今年は記念すべき年となるだろう。我がドイツがエンドジークに向けて最初の第一歩を踏み出す年となるからだ。この年、ドイツはイタリアと鋼鉄条約を結び、互いの連携を約束した。ブーチェ、ついに私を認めてくれたんですね。ああ、ローマとベルリンの枢軸は新たな世界秩序を生み出すだろう。そしてその裏でもう一つの外交交渉が動いていた。そうか。この上なく素晴らしい提案だ。